回もモノクロムな明日のため教えて、うつむきもにかアフレンダリーイネスクリーム。コートが弾いた今日の涙雨、少しの幸せ、こんなことだけ、そっとブランケット差し出す、柔らかいて優しさもぬくもりも言えないよ、ねえ教えて、お願いモニカ、アフレンダリーイネスクリーム。思い出を全て焼けたら振り向かずオレンジのコート着てモニカのようにハーミングでさよなら、ありがとう、うつむきモニカ。ありがとう。今日ね、なんかユーストリームも配信してるということで、今ここにあるのがそのカメラらしいんですけれども、私ちょっとそういうの詳しくないのでどういうことなのかなって、なのでこのカメラを無視してちょっと譜面台を置かせていただいて、ワイルドなんか後々残るらしいので、このライブ映像がまたなんか情報とか、お知らせするので、ぜひぜひ、またね見てもらえたらなって思います。でね、高坂梨沙、まあいきなりなんですけれども、普段ね、あまり MC をしないんですよ私。まあしたとしてもこう絵描いてますとか、まあライブ告知とかなんかそういう業務的な、なんやろな、あんまこの曲に対する思いがこうでこうでとか、昨日こういうことがあってさとか、そういう話をまああえてしないんですね。というのもこう、なんていうんやろな、見に来てくれてるお客さんにとって、まあ、非現実的な空間であればいいなって
いうのを常に思いながら歌っているので、なんかねやっぱ今日も平日やし、こんな8時前後でねみんな駆けつけてくださって本当に嬉しいんですけれども、まあ、お仕事とかね忙しい日々を送っている中で息抜きっていう意味も込めてね、この場を選んでこうみんなが足を運んでくれてるっていう、だったらちょっとでもこうお手伝いできたらいいなって思いでいつも歌ってるので、本当だったらねなんか今日とかさマンションドア開けたらさセミがもう裏返っててさとかさ、なんかで次の日もあセミまたおるんかなとかやったら本体だけなくなってて羽だけあって、あこれどういうことなんやろうとか思いながら、そういうことがあってさとか言いたいんやけど、あんまそういうなんやろう、それこそ現実的じゃないですか。まあそれもまあたまにはいいんかなとは思うんですけれども、まあだけどやっぱりなんかそれだけじゃなくてちょっとこう自分の心をもっともっと解放して、でそれをみんなとこう分かち合いたいなっていう思いも最近は生まれてきてるので、まあ日々こうやって歌を歌ってるんですけれども、まあね見方によっては好きなことしてるなっていうふうに見えてるかもしれないけれども、やっぱりまあそれなりに辛いこともあるわけで、こう音楽を通してね、なんかそういう思いをみんなにあえて伝えさせていただいて、でなんかみんなとこうリンクする部分があればいいなと思って今日は新曲を持ってきました。ちょっとね実は今日の朝まで詩を詰めてたので、ちょっともうガン見してごめんなさいねガン見させていただきたいと思うんですけれども、心を込めるやろ、心を込めます。だいぶなんかもう頭で考えずにこう心から湧き出たそんな歌詞かなと思うんですけれども、まだタイトルは未定だし、今後また歌うかどうかっていうのも分かりません。今回限りかも分からない、新曲です。聴いてください。悲しみの淵に
ちょっと今回限りって言ってしまったらちょっとあれやな。今後もやった方がいいと思う人。おお。ありがとうございます。嬉しいな。嬉しいね、うん、じゃあ上げていこう。上げていきます。そろりどうやろうな。おお、ありがとう。踊るかな。テイクの幕の中で雨が午後待つ眠いような空腹のような不安定が続く。ソロフリー今日みたいな日は早く過ぎればいい。ソロのレスナーあの上ご止まること流して、雨が私と雨雲信じていたね、ずっとそばにいたね、傘なんてささずに、晴れのうち雨の憂鬱な真ん中を君の夢で埋めてしまえば、言葉は
嘘だけ溶かするから、愛しなら目の色って教えて、ほら私がここにいるから笑っててね、愛してて、ね、もう少しだけ最後の曲になります、オンピアの上田総一。今日は本当みんな駆けつけてくれてありがとうございました、改めまして最後にまた自己紹介させてください、上下の上に坂道の坂、カタカナでリサ、高坂リサでやってます、ホームページとか持ってるのでね、そこからツイッターとかブログとかいろいろ飛べるようになってます。いろいろ、ブログとか大好きだからね、よく更新してます、ライブの情報とかも随時更新してるので、ぜひチェックしていただけたらと思います。ツイッターもね、どんどんフォローしてください。フォロー返しいたします。次のライブがですね、8月13日ですね、赤坂の、グラフィティですね、赤坂グラフィティで歌わせていただきます、まあ、これも平日なんですけれども、ちょっと、まあ7時からということで早めなんですけれども、もしご都合良い方はぜひぜひ遊びに来てください。で、今日 CD とかも持ってきてるので、気になった方はぜひぜひ声かけてください。じゃあ今日は本当にありがとうございました。高坂リサでした。最後まで楽しんでいってください。さよならじゃあね、聞いてください。パパがくれた孤独と、ママがくれたバラの糸、弱さを許してもらえる場所探してたよ。この街なら泣き声さえかき消すでしょう。さよならじゃね、バイバイ、大切な人、ずっとずっと大切な人、また会えるまでそこにいてくれたら、その場所にいてくれたら、
ゃねばいっぱい大切な人ずっとずっと大切な人いつか本当の強さを知ったならその場所は急ぐよさよならじゃね大切な人ずっとずっと大切な人守りたいもの高坂梨沙でした。